ハマるチューブ始まるよ。皆さんこんにちは。長浜テレビ7月31日号の時間がやってきました。さて、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が解除されて2ヶ月が経ちましたが、私たちの暮らしは元通りになったとは言い難い現状です。今回はウィズコロナ時代と言われている現在、私たちが抱えるストレスの予防緩和方法をご紹介します。教えていただくのは健康企画課の大谷さんと健康推進課の水口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊急事態宣言解除後から私たちが今抱えているストレスとは具体的にどういったことですか？はい、緊急事態宣言が解除され長期の自粛生活が終わりましたが、その後再開された出勤や通学などの生活環境の変化に心身が慣れないことや、コロナに対する不安などにより精神的に不調や体調不良を起こすことです。自粛中もストレスはたまりますが、元の生活に戻るまでにもストレスが生じるんですね。そうですね。それでも私たちは新しい生活様式を守りながら日々の生活を送らなければなりません。日頃からストレスとうまく向き合うことが大切なんですね。そうですね。コロナウイルスによるストレスとうまく付き合っていくために自分自身の心のケアが大切です。今回は皆さんにコロナ禍におけるストレスの要因、ストレスの予防緩和方法、心の状態の簡単なセルフチェック、ストレス等により心の調子に不安を感じた時の相談先の4点について説明したいと思います。はい、まずはコロナ禍においてどういったストレスがあるのかを知り、自身に当てはまっていないか確認しましょう。はい、ストレスの要因にはどのようなことが挙げられますか？主なストレス要因と考えられるのは感染への不安、感染予防のための慣れない生活様式、通勤・通学など元の生活リズムに戻るしんどさ、これからの生活や経済的な不安などです。この他にも人によって様々なストレスが予想されます。多くの人が当てはまりそうですね。そうですね。新型コロナウイルスによって経験したことがないような事態が起きているので、ほとんどの人がこのようなストレスに見舞われていると思います。そのストレスに飲み込まれないようにすることが重要です。ではどのような対策をすればいいですか？今から5つの対応方法をご紹介しますので参考にしてください。まず1つ目は、規則正しい生活リズムに戻すためにコロナ流行前の起床時間に起きるようにして散歩や買い物などの予定を入れ、生活にメリハリをつけることです。生活習慣を意識して整えることはストレスコントロールに役立ちます。2つ目は、散歩やストレッチ、筋トレなどの健康づくりをすることです。体力が低下すると自律神経の働きが鈍くなり、心と体のバランスが崩れやすくなります。軽い運動で体力を維持しましょう。規則正しい生活や日常的に運動する習慣は体だけじゃなくて心の健康にも欠かせないんですね。そうですね。とても大切なことです。続いて3つ目は、何をするにしてもすぐに戻そうと頑張りすぎないことです。急なハードワークは心身への負担が大きくなるので、スロースタートで大丈夫です。無理はせずに少し疲れたら休むという心がけが大切ですね。はい、続いて4つ目は、不安や疑問を解消するためにいろいろなサイトから情報を取りすぎないことです。気になって調べることは悪いことではありませんが、中には不安を煽るような不正確な情報も出回っているため、かえって混乱することもあります。検索はほどほどにして、趣味などプラスの興味・関心事を持ち、そちらに時間が割けると不安を和らげることができます。最後の5つ目は、不安を一人で抱え込まないことです。家族や友人、オンラインのつながりでもいいので、悩みや思いを共有しましょう。
感染についての対策や人との会い方など考えて行動しないといけない反面、振り回されないようにしたり、一人で考えすぎないということも重要ですね。5つの対策を意識しておきたいと思います。続いては水口さんにお伺いします。はい、では次に簡単にできる心の状態チェックリストがありますのでやってみてください。セルフチェックと周囲の人が悩んでいないかのチェックの2種類あります。まずはご自分の状態についてチェックしてみましょう。毎日の生活に充実感がない。これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった。以前は楽にできていたことが今では億劫に感じられる。自分は役に立つ人間だとは思えない。わけもなく疲れたような感じがする。眠れない。食欲がない。気分が沈んだり憂鬱な気持ちになる。次にあなたの周囲の人について思い当たることがないか見てみましょう。以前と比べて表情が暗く元気がない。体の痛みやだるさなど体調不良の訴えが多くなった。仕事や家事の能率が低下したりミスが増えた。周囲との交流を避けるようになった。遅刻、早退、欠勤や欠席が増えた。趣味やスポーツ、外出をしなくなった。お酒を飲む量が増えた。今のチェックリストに当てはまる項目があり、辛い思いをされている人は一人で悩まず、お住まいの地域の保健センターや保健所、医療機関にご相談ください。また周囲にチェックリストに当てはまる人がいる場合は、声をかけて話を聞き、相談できる場所があることを教えてあげてください。新型コロナウイルス感染症予防に加えて、ウィズコロナの不安を軽減して心の健康にも気をつけましょう。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。さて、長浜テレビ7月31日号をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。毎週金曜日更新のこの長浜テレビ、次回の番組内容の更新日は8月7日金曜日です。次回も街のさまざまな話題をお送りしますので、どうぞお楽しみに。それでは今回はこの辺で失礼します。